皆様、明けまして、おめでとうございます。今年もどうぞ、よろしく、お願いいたします。今日は、お正月ということで、清水寺に初詣に行ってきました。その時の様子を撮ってきたので、ご覧ください。はい。というわけで、清水寺の近くまでやってきました。人が多いので、念入りに準備をしていきます。そして門を上げながら、どいてもらいながら進んでいきます。みんな倒れるように、喜んでくれてますね。お年玉は、やっぱり、いくつになっても嬉しいんですよね。頭弾けるぐらい。あの子いっぱい食べ過ぎちゃったのかな。美味しいものは仕方ないですよね。おっと、このおっちゃんちょっと飲み過ぎたのかな。ゲロ吐いちゃって。清水寺にやってきました。子供が、ちょっと、おめこさんちゃんと、見ててあげてくださいよ。さあ、そろそろ清水の舞台が、あるはずなんですが、おっと。危ないですね、防寒は。みんな気をつけましょう。本当は、いないのが一番いいですが、自衛もしっかり、しましょう。で、あ、清水の舞台にやってきましたね。おっと、コウムテのお兄さんが襲ってきちゃった。ダメですよ、暴れちゃ。お金渡したら、なんとか諦めてくれましたね。というわけで、ちょっと天気が悪いですが、清水寺で、清水の舞台にやってきました。というわけで、お参りをして、じゃあ最後に、金を出していただけるらしいので、金を出して、お別れしましょうか。うん。いい音です。ちょっと、鐘の音に鳴らせるのかってみんな来ちゃった。いや、私だけ特別なんですよ。ほらほら。鳴らしたいか？残念だけど、私だけの特権。いかがでしたか？暴漢に襲われたり、ゲロを吐かれちゃったりして大変だったけど、楽しい初詣でした。というわけで、改めまして今年もどうぞよろしくお願いいたします。